伊達だ。そっちの調子はどうだ。セレナに逃げたのか。それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまった。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも。ああ、そうね。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな。わかった。
レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。はあ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？いや。了解。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所に。
あんなでかいビルが建ってるとな。あの場所？昔。話すと長くなるが、ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？どういうって？で、何？あなた、この子のお父さんかなんか？いや、違う。お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの？ダメだよ、嘘ついちゃ。こっちは見てたんだから。二人とも悪いけど、交番まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。ま、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ、はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう？うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そう。ここだよ、おじさん。
立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。神室町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいなお母さん。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし、俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。今じゃ全部弾けちまった。お母さん、手紙でね、自分のお店がモテることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。そうだな。きっと高級品なんだろうが、派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな。金が足りねえよ。大丈夫だよ。だって由美お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。あるか、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。ならどうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。由美もそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。
あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万ね。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも由美と瑞希を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってえな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。See ya! See 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 ya! See
くいったりや。Oh!
心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松重、何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。
じゃあ由美の妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯、そして遥はその娘だ。行方不明だった由美はあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何。あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ。信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。風間さん生きてたんだね。よかった。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、遥のことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。早く帰ってきてね、おじさん。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お前バカだよ。いらっしゃいませ。
おい。待てよてめえ。大丈夫、助かりました。顔が気に入らねえんだよ。なんなんだよ。さあや、ほんまくれ。やるな、やるな。
できませんか。
おお、ちょっと下がらするな。
授かりの結果でした。許してください。おお。おお。